はい、ではでは早速なんですけど、ちょっと週明けに出てきたニュースを先に言っちゃおうかな、うん、土曜日ですかね、読売新聞から、最近そもそも読売新聞発がちょっと多い気がしませんか。読売は鍋つながいるでしょ、はい、自民党とめちゃくちゃやっぱり近いんですよ。うん、で特に中曽根、 あとね、岸田さんと鍋つなってどっちも開成高校出身だから。あ、そうなんですね。っていうか自民党の内閣の官房長官は月1回かなんか鍋つなにこんな感じですって話しに行くみたいなんですよ。そうなんですね。 そこまで鍋つなって偉いんだよ。すごいですねあの人。で回数つながりでそれを岸田さん自分でやってんじゃねえか説もあるんですよね。へえ。で鍋、ね、やっぱり読売新聞 の威力ってすごいじゃないですか。一番発行部数多いし、はいはい、で割とこう若干右なんですけど、うん、まあ中間から左までみたいな感じなんで、はい、だからそれでそのやっぱり新聞にこう書いてもらうっていうのはすごくやっぱり気を使いますよね。うん、だから昔はだから皇帝部合の頃っていうか、まあだから1980年とかあれは中曽根から鍋常に行って全部読売が抜くみたいなことが、俺は知らないんですけど、あったみたいですよ。日経新聞よりもだいぶ相場を動かすというか。そうですよね。だから要はまあその頃は皇帝部合なんですけど、日銀のそのあれを抜くっていうのはやっぱり多分新聞としてはもう抜かれちゃうともうガクンみたいな感じですよね。うん、そうですよね、うん、どこが取ったかっていうの。そうそうそう、はい、内容も読み上げます。持続的物価上昇、実際これはですね水曜日の取材だったらしいですね。そうですね、はい、うん、持続的物価上昇に確信が持てればマイナス金利解除を含めていろいろな選択肢がある、うん、まあ、ヘッドラインがいきなりマイナス金利解除っていうのが出てました、ね、そうですよね。年末までに十分な情報やデータが揃う可能性はゼロではないっていうことを書いてるので、私年末までにようやくデータが揃うなら年内ないでしょうってすごい感じて週末読んでたんですけれども、そして物価目標の実現にはまだ距離があって粘り強い金融緩和を続けると、あれ今までと言ってることあんまり変わらなくてヘッドラインだけリスクあるなってっていうのを感じて、週明けでもその動きになって私びっくりしたんですけど、遠蔵さんいかがですかこれ。まあもしかしたら読売新聞に頼んでちょっと円安の勢いを削いでもらったのかもしれないですよね。でまあ見方とすれば、その YCC 解除はもう近いみたいな感じの雰囲気じゃないですか今、はい、それがマイナス金利はさすがに来年の後半だろうなっていう債券市場では、うんうんうん、そこら辺あるとしたらそこら辺だろうなっていうターゲットだったんですよ。だからそれがこの今年中に条件が揃うなら来年の後半まで待たないよねって、もっと前出しになるんじゃないのっていうところが今回のポイントですよね。だからマイナス金利解除まで踏み込むのであれば、それが割と来年前半まで来るのであればこれって円高だよねみたいな、まあ、そういう印象を受けましたよね。ですね、マイナス金利解除で、でも実際にこう漠然とこう市場にそんなに影響、まあ初動すごいあると思うんですけど、実際のところどうなのかなっていうのは。マイナス金利っていうのは日銀にの当座預金に預けてる、はい、各銀行が、まあ、各銀行っていうのはその預金量に応じて日銀にお金を積まなきゃいけないんですよ、はい、それが当座預金っていうんですけど、はい、昔はそれちゃんと積まなかったらもう 首が飛ぶぐらいな、はい、すごいあれだったんですけど、はい、それのうちの3段階ぐらいにこう当座預金のカテゴリーもあって、はい、マイナス金利になってるのはわずか20兆円ぐらいなんですよね、うんうん、だから銀行総額のその当座預金からすれば20兆とほぼなんか象徴的な意味しかない、はい、実質的には何もないぐらいの感じなんだけど、そうですね、それが一応マイナスがゼロになるっていうのはまあ利上げとは言わないですよね。なんかだからただほとんど意味がないと思うんですけど、はい、そのたった20兆しかマイナスになってないものがゼロになりますよってだけの話なんで、はい、実質的には全く多分全くかどうか、まあ、正確にはちょっと検証してないんで分かんないんですけど、ほとんど意味がないと思うんですよ、はい、でも象徴的な唯一マイナス金利を続けているっていうか、まあ、スイスなんかもマイナス金利だったのがこう徐々に上がってきてますし、
だから日本がマイナス金利から脱却するっていうそのイメージですよね。うん、そっか。じゃあ、はい、実際あれですか、みずほがちょっと一時期だけマイナス金利支払ったみたいなニュースが確か出てた時ありましたよね。うんうん、まあでもほとんどマイナス金利、当座預金のマイナス金利意味がないと思うんですけどね。うん、ここか。これだけ窓が開いて一時期7円乗りましたけれども、はい、マーケット開いてひたすらまた、そうですね、6円割れんとかやっぱり硬かったですよね、ちょっとね。そうですね、うんうん、もう何でしょう、このイールドカーブの感じで言うと 0.69 とか 0.7 がもうちょうどいい10年債のパーセンテージっていう人が多かったんですけど、なんかこれ以上すごい今からガンガン上がっていく印象はないんですけど、いかがですか。まあそうですね、最初 YCC1% まで広げた時、さすがに 1% なんかいかないよねって言ってたのが、うん、はい、まあ、0.7 から 0.8 ぐらいのところが、イールドカーブ上も、おっしゃるようにいいところだよねっていうところと、はい、あとさすがに10年債で 0.7 とか 0.8 あれば機関投資家が買ってくるでしょうみたいな思惑があったんですけど、うんうん、まあ、ちょっとまだ今様子を見てるっていう感じかなという感じですよね。うん、ただそのやっぱり YCC やってない20年とか30年とか40年っていうのは確実に上昇してきて、まあ、10年債もそうなんですけど2014年以来の高値なんですよね。はい、で長いチャート見てみると、こう確実にやっぱり超低金利は終わったなっていう感じはしますよね。うん、そうですね。うん、ここまで本当ですね、アベノミクスのところここで、うん、そうなんです。で JGB もリーマンショックの前って 2% ぐらい10年債あったんで、今見てびっくりしましたもん、これで 2% ありますね、 1.9 かな。そう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 、結構それなりにあったんで、うん、そこからこうずっと落ちてきて、2015年以降しばらく YCC もあって低く抑えられてたんですけど、これまあ明らかにこうなんていうのかな、まあ低金利の時代は終わったなっていう感じはしますよね。うんうん、いよいよ日本も低金利の時代が終了。うん、まあやっぱりアメリカが今後利下げ、諸外国が利下げする中でどこまで上がるかっていうのもあると思うんですけど、はい、まあそうは言っても長期金利って潜在成長率とか日本のやっぱり成長率で、成長率の一番大きなインパクトがあるものって人口なんで、はい、そうすると日本ってさすがに4% 5% まではいかないよねっていうのはあると思うんですよね。うん、でまあそれが行く時っていうのはもっと違う悪い要因でまあ、藤巻さんがおっしゃるように、はい、中央銀行の信任がなくなるっていう時なんで、うん、まあ、これはまた別の次元の話ですよね。うん、カイル・バスさんでしたっけ、日本の。カイル・バスね、有名な、テキサスのヘッジファンドで、彼は2004、5年ぐらいの、今から20年ぐらい前から、はい、もう JGB は暴落するって言って、ずっと JGB 売りやっては、多分ずっとやられてると思うんですよね。本当にずっとポジション持ってやってるんですね。まあだから、ヘッジファンドなんで、うん、ずっと長く持ってるかどうか分かんないんですけど、はい、売ってはやられ、売ってはやられっていうのだけは確かだと思うんですよ。だってずっとここまで上がってるんだから。そうですね。ちなみにちょっと気が早いかもしれないんですけど、まあ、マイナス金が、まあ、年後から、前半に前倒しになるかもしれないです。うん、日本利上げするときとかって漠然といつぐらいになりそうとかって感想ってありますか？利上げ、マイナス金利をゼロにするのがいつかってことですか？ゼロにして、そこから利上げしていくか。利上げして。それは多分まだ今のところは、まあ、マイナスをゼロにすることはさっき言ったように、はい、20兆円しかないんで、うんうん、全く実質的に意味ないんで簡単だと思うんですけど、はい、そこからさらに金利を上げていくのっていうのはアメリカのやっぱり金利の状況、来年になるとアメリカ金利今の状況だと下げますよね、はい、6月とかですね、うん、で下げて日本が金利を上げていくとなると確実に円高になるんで、うん、そうなった時景気の状況が良くて円高で耐えられるならいいんだけど、なんかまたその景気が悪くなったなってところに120円割れとかあると、まあ、ちょっとまたなんだかなみたいなことになっちゃうんでそこら辺は多分見ると思うんですよね。うん、特に現状で上げなくてもいいというか材料がなさすぎるので判断し
しかねるっていう感じ。結局物価上昇の部分っていうのは物価上がってるんですけど、エネルギーが上がらないのは政府が補助金出してるからじゃないですか、諸外国に比べて。だからそれをいつまで続けられるかですよね。そういうことも含めて多分日銀と財務省とかこう話し合ってると思うんで、そういう純粋にマーケットのこととか CPI とかそれだけじゃなくて、どれだけ財政でエネルギー価格を抑えられて物価を抑えられるとかあと春闘、日本の場合春闘一発でこう、アメリカとかっていうのは別に人がすごく流動するから、はい、中途採用とか新卒一括採用ってないんですよ、はい、だから給料って、常にこう変動してるけど、日本の場合基本的には春闘一発で決まるみたいな、4月にしか給料上がらないって、ね、そう、なんかあれですよね、学校の新学期みたいな感じなでやっぱりそこの動向っていうのは非常に、日銀も注意してて、だからその情報が入るって言ったのは12月ぐらいになると次の春闘のどのぐらい上げていくかっていうのも大体なイメージが入るんじゃない、そういうことを言ってるんじゃないかなと思うんですよね。確かに上田さんがずっと言われてることですもんね、関連指標というところで、まだもう6月これ地方データが遅れてくるんですけど、住宅価格指数とケースシラーも載せておりますと。ケースシラーは結構ずっと毎月徐々に下がってますよね。結構あれですよね、金利高いしっていうで、銀行の多分融資姿勢も厳しくなってきてるんで、だんだんちょっと不動産厳しくなってますよね。で、レジデントはまだマシなんですけど、商業不動産がかなり結構やばくなってるんで、ここがもしかしたら今後アメリカのなんていうのかな、アメリカの進撃的な、良くない材料とすると、商業不動産の結構クラッシュっていうのが出てくるかもしれないですね。結構去年の秋ぐらいから言われてますよね。これ、規模どれぐらい、なんか今去年の秋の記憶なんですけども、一番今ちょっとやばいぐらいの規模が24兆円規模ぐらいとかって聞いたことあるんですけど、なんか規模的に今実際どうなんでしょうね。分からないです。来年借り換えの不動産用のそのロールしなきゃいけない資金っていうのに110兆円だったかな、はい、なんかあるらしくて、ゴールドマンの予想だったんですけど、だからそこの銀行がそのロールを、ロールっていうのは要は再度お金を貸すのにアグリーするかですよね、それがアグリーできないと破綻が増えちゃうんで、そこがポイントになってくるかなと思う。資金繰り次第ですよね。銀行の貸し出し態度とかずっともう悪化しているので、110兆規模全部はなさそうだけど、そのどれぐらいこうカバーできるかっていうところですよね。やっぱりあとコロナ以降リモートがすごい増えてるんで、オフィスの出社率がすごい下がってて、空室率がすごい上がってるんですよ。だからやっぱりアメリカの空室率、特に西海岸なんかはひどいみたいなんで、そこが非常に爆弾になっちゃうかもしれないですね。もう30年国住宅固定の 7% ずっと乗ってますからね。そうなかなか毎年 7% はもう金利払うってことは 7% 以上上昇しないとねっていう感じですよね相当厳しいですよね、あとはポイントとしては、個人的なポイントはドルチャイナですね。これが厄介、これが厄介、本当にこの1ヶ月ちょっと、1時間しましょうか。これ月曜日入ってきたんですよ。それあれ、人民銀行がその為替強化するなんて言ったんだっけな、なんか出したんですよ。要は円高にするようなコメントをね、ちょうどその時だからドル円持ちてたし、そうですね、ダブルパンチですね。日中どっちも感じで、着せずしてなんか両方の通貨当局が、通貨当局かどうか分かんないけど、がこのジョイントしたって感じでしたよね。でも相当やっぱりこの中国は 7.35 を超えていくのは嫌みたいで、資本流出がすごいんで、そういうだから誤差漏洩って、経常収支とかで誤差漏洩って、要はこの数字なんだか分かんないっていうのが誤差漏洩なんですけど、
中国の場合その誤差老兵がでかいですか、何十兆とか100兆とか誤差じゃない、この金ってこの金どこ行っちゃったのっていうのは多分みんなが持ち出してるんだよね。なるほど、ビットコインに変えて何ですか。 あの時は中国で盛り上がったのはそれじゃないですか。あ、そう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 、海外送金がままならないから、うん、っていうのはあったと。そうですね、うん、海外送金止められるし手数料高いし。ビットコイン盛り上がる国ってろくな国じゃないよね。アルゼンチンとかも盛り上がんなかった。いや、めちゃくちゃ今までも盛り上がってますよ、ね、でもやっぱ、うん、アフリカもそうですし、トルコもそうですし、自国通貨が信用できないところはそういうとこ行くよね、うん、まあ、金の延べ棒持って逃げられないからね、いっぱいだとね、救世主ですね、うん、はい、そうか、 7.28 まで落ちてきたのか。結構ね、強いよね、人民元 ね、またなんか出てるのかもしれないですね。もうドル円と元円ダブルロングでいいんじゃないですか。人民元ロングにすんの。まあ、上がってますよね。そうですね、うん、利上げしてやっぱ 5.25 に察するんですかね。うーん、利上げはニックの記事によると利上げはないって言ってるけどね、うん、でその代わりハイヤー&ロンガーって言って、要は高止まりを長く続けるっていうふうに彼の記事には書いてあったし、まあそこなんでしょうね、うん、あのできるだけこう高くするんで、だからまあ今みんな 5% とか MMF とかアメリカ 5% ぐらいなんで、うんうん、あのやっぱりねえ、アメリカ人で為替リスクなければ 5% の金利で全然十分じゃないですか。そうですね、うん、10年債来てますね、うん、高値に。確か去年の一番高い金利の水準にまで間もなくですね、うん、ちょっとずつちょっとずつ短期金利に追いついてきましたね、うん、これが多分直近10年債とか、まあ、2年債とかはそのここ1年ぐらいの先の予測じゃないですか、はい、まあ、正直言って10年先の予測とか誰もできないんですよ、うん、あの偉そうに債券ディーラーがこうやってこういうモデルを使ってって言うけど、そんなのさ、まあ、誰も分かるわけないじゃん、10年先のことなんですよ。そうですね、まあ、ただこれが上がってるっていうことはやっぱり金利が高止まりする期間が長くなるんだろうなと、はい、そうすると平均値でいうと、はい、10年先もこう、うん、だんだんこう上がってくるじゃないですか、うん、長い期間が長ければ長いほど、そうですね、その10年先上がるんで、はい、今そういう現象なんでしょうね、うん、あの利上げはしなくても金利を高止まりさせてる期間が長くなるかもね、うん、それだったらちょっと確かに、うん、4.5 後半ぐらいまでは、うん、十字上がるかもしれないですね、うん、これちなみに四半期足を出しております。四半期足、債券は買われるものですから、ね、うん、ついにブレイクですよ、うん、下降トレンドライン。だからこれってリーマンショック前に近づいてきてるんですよね。そうですね、うん、そうですね、リーマンショック前のピーが 5.3 ですね。そのぐらいですよね。いきますかね。それに利上げをしなければそこまではいかないと思うんだけど、うん、やっぱり 5の手前 4.4% 台中盤じゃないですか、うん、あと僕的にはこの利上げしなくていいんで丸1年ぐらいこの金利差キープだったら結構ドル円食いんじゃないかな。ドル円ロングだからね。そう意外とそっちの方に期待してます、うん、偉大ですね金利は。まあだから、うん、そうね、株でも今高配当の銘柄を買いに行ってるけど、うんうん、動かなければ金利が高いとか配当が高いのも勝ちじゃないですか。そうですね、うん、これはもうリーマンショック前の2006年7年現象ですね、為替、うん、でもそれがあってドンと円高に行ったんですけど ね、 そうですね。じゃあしこたまロングがたまらんとあかんですね。そうですね。そうするとやっぱりしばらく150円近辺で過ぎかな。はい、ちょっとアイスの長期足にしましょう。また四半期足ですけども、うん、意外ともうここの話題はまだ一回も出てないなと。1990年つけて160、まあ、だからこれ俺がいつも言ってるんですけど、はい、これプラザ合意で250円から120円まで落ちた戻り高値っていうのが、はい、まあ、1990年の4月ので俺銀行にいたんだけど、はい、貿易統計かな、アメリカの貿易収支かなんか、はいはいはい、なんかの指標の発表があったんですよ、はい、でその日4円落ちたんですよね。
うん、60円つけた後4円落ちて、裏の時代ですね、これなんかやばいことが起こってるっていう雰囲気で、その後、はい、全くこれで見ると全くこう戻しらしい戻しがなく落ちたでしょ、恐ろしい、まあ、ちょっと戻ったけど、ほぼほぼもう一直線で落ちてるじゃないですか。本当だ。だからあそこはね160円とか本当覚えてんだけど、5年間かけて半額になったわけです。そうなんです。すげえ、まあ、つまり日本は2倍に、そう、素晴らしい、価値が2倍になっちゃったわけ で、ね、それであの東京都の土地であのカリフォルニア、あれなんか、ね、それは多分こっちですね、そのその時のね、うん、でも円高もほらあるじゃない。そうですね、うん、あのその時ってバブルの90年の時ね、はい、うん、だから円高になってますます強くなった、うん、で買いまくって、うん、ロックフェラーセンターとかも買って、あの 映画会社も買って、うん、あので、日本脅威論が出て叩かれて、うん、今に至るみたいな感じですね、うん、されたんです。そうこの160円を超えるかどうかっていうのは非常に重要ですね、はい、これただのチャートで、これ1時間足チャートなら完全ロング形状ですよねこれ4時間足だったら完全買いですよね。もう追い込みます160みたいなこの下冷えやらしいですね、この四半期の。でも160円だったらますます海外旅行行けないですね。いや行けないですね、うん、どんどん半導体工場を呼び込むしかないじゃないですか、ね、今がチャンス。 iPhone も日本で作ってくれよなんて。いや本当ですよ、 iPhone20 万円突破しちゃいますよね、プロなんかは、はい、うん、ユーロドルのネタが下 ECB なんでね。そういえばそうでしたね、うん、で明日はちょっとフィフティフィフティですね、うん、だからちょっとラガルトさんのスーツの色で占うしかないそうメガネと今日は利上げって言ってはい、ユーロドルが平行チャンネルを抜けてレジスタンスに綺麗に抑えられて、今日いい戻りの下落を開始したのかなみたいな形状してます。ただ 1.08 のとこ の、はい、あのここまでのサポートだったそこの横のラインのところが抜けないんですよ、うん、ここやっぱり非常に重要で、はい、そこ250日線なんかもあるんで、うんうん、そこ重要ですよね、うん、あと、まあ、今は止まってるのはおそらく、オプションがかなりあるんで、うんうん、1.0650 から1.0750、1.08 にかけては、はい、かなりまとまったオプションが15日ぐらいかな、15日ぐらいまでは少なくともあるんで、うん、まあ、そういう意味では、大厄介なんです、うん、それ250にしましたよ。250にした、はい、だから結構その今はここ止まってんのはオプションの影響だと思うんですよね、うん、かなりでかいのがここまとまってるんで15日まではあるんで、うん、だからみんな結構 CPI と ECB シフトっていうか、やっぱりそのなんかイベントがあるときはでかく動くだろうなっていう予想のもとにオプション構築するんで、うん、それがうまく効いてますよね。はい、原油がですね、皆さん去年の1年前の9月の価格が90ドル台ぐらいでしたから、うん、もうもはや差がなくなってきました。80ね、なかなかしっかり超えなかったのに80がもう超えて85も超えて、うん、って感じですもんね。年末までの減産ってのをかなりの意図的な感じで強制的に引き上げてきましたよね。そうですよね。いやーまずいですね、産油国と全部なんか日米を敵対とまでは言いませんけれども離れてってますよね、うん、でもバイデン政権ベネズエラとの関係修復に動いてるよね。あ、なるほど。ベネズエラって実は俺も知らなかったんだけど世界で一番原油埋蔵量が多いんだ。そうなんですよ、うん、ただですね あそこって重油エリアで世界一生成が難しいらしいんですよね、うん、あんまり良くないんですよね、質が悪いらしいです。一番なんかもう不純物が混じってるらしくて、ただ目先そのやっぱりこれ10年前のネタなんであれなんですよ、うん、技術力が上がって、まあ、シェールオイルの発掘じゃない、うん、掘削じゃないですけれども、うん、技術が上がってよりベネズエラの地質でも採取が容易になってこればまた話は変わってくるかなと思います。まあ、あとイランですね、埋蔵量は非常に少ない、うんね、天然ガスも原油もシェールオイル、結局原油を掘る技術ってアメリカの企業が圧倒的に持ってるじゃないですか。そうですね、だからまあ、難しいところとかってアメリカの技術がないと掘れないみたいですよね。だからそこら辺がアメリカが強いところですよね、うん、
あのメキシコ湾 の BP の、うん、なんか一回油田漏らしまくったやりましたよね、うん、ただあれはなんか もっと前だったらあの海底2000メートルぐらいでしたっけ、掘れるわけがなかったのが掘れるようになっちゃいましたみたいな、うん、なのでベネズエラとかも時間の問題かもしれません、うん、もしくはイランと歩み寄って、うん、今度逆にイランと欧米がこうつながる。もともとイランは親日ですし、日本はね、イラン歩みが寄りがある。海賊と呼ばれた男がね、イデミスですね。タンカーをね、うんうん、あのイギリスの防御線を突破してあのタンカーで原油取りに行ったんだよね。そうですね。かっちょいいよね。いやあれはかっこいいですね。うん、なんか本当創業者の意地って感じですよね。ね、あのイデミスさんはすごい。ね、起業家ですよね、うん、はい、あ、そうだ、遠藤さんの、はい、今日メンバーシップを開始です、ね、メンバーシップを開始ですね、はい、はい、今日は CXR のスタジオにいらっしゃってますが、今日からメンバーシップ、そうですね、はい、うん、メンバーになるを押すとメンバーになれるみたいです。まあお安くまあサロンの方をやってまして、その中で、まあ、ちょっとサロンの方がいろいろ盛りだくさんにしすぎちゃってお高いんで、まあ、そこら辺を抜粋して月4本でしたっけ、4本の動画をあるんで、まあ、それをお手頃な値段で、お話してるという感じですね。月額ライトバージョンですね、うん、はい、というところでぜひ皆さん遠藤さんのお話、ファンダメンタルズ分析を含めて伺いたい方は、サロンもしくはこちらのちょっとサロンまでは手が届かないという方はこちらのライトもバージョンでメンバーシップになっていただければと思います。よろしくお願いします。はい。